皆さんご承知の通り一昨日関西電力第三者委員会の調査報告書が出ましたそれでこのチャンネルでも関西電力のあの問題の背景には童話というものが関わってるということは言ってきたんですけどもそれに対してデマだとかね童話絡みというふうに言うことで関電の責任を逃れさせてようとしているみたいな変なことを言う人もいるんですけども結局この 調査報告書書にもしっかりりいてありますねえさらに具体的に書いてあります、何があったかっていうと、1980年頃ですね、いわゆる童話地区出身者に対する差別事件があった、関西電力で、それに対してブラック解放同盟高浜支部から問題提起がされたと。 でそれをきっかけに、1988年4月、第1回の人権研修である童話問題懇親会が開催されたと、そして翌年にはですね、えー、森山さんがここで出てきて、えー、その1回目の人権研修に続く第2回目の研修として、えー、童話問題研修会というのが行われると、ここで福井県とかね、法務局も関与しているとで。そこで、えー 福井県の副知事とか養殖が出てきて、えー、森山さんがね、先生という地位を確立していったっていうふうに書いてあるんですねで。森山さんと解放同盟の関係については、この報告書にも書いてあるんですけども、解放同盟の発表そのままが書いてあります。つまり、森山さんは1970年に、えー、解放同盟、えー、福井県連の書記長、あと高浜支部長だったけども、翌年に辞めたので、 もう解放同盟の活動には関わってないっていうふうに言ってるんですけども、じゃあ、高浜支部から森山さんが除名されるなりして、もう高浜支部とは完全に切れたのかっていうと、そうは言ってないと。だから、多分、高浜支部に席をずっと置き続けていたんじゃないかと、森山さんは。そして、この人権研修の経緯を見るとですね、うん、解放同盟高浜支部が問題提起して、その後に1回目の 同和研修が行われて、で、次の同和研修から森山さんが関わってるんで、これで森山さんと解放同盟の高浜支部は関係ないって言っても、それは信じられないんじゃないかと思うんですね。調査報告書にね、実は概要版っていうのもあるんですけど概要版にはもうこの人権とか同和とか部落とかもう完全にすっぽり抜け出ます。そのあたりでも調査委員会もね、このことについてはね、腰が引けてるんじゃないかと思いますね。 それで、表向きにはね、じゃあ、森山さんがどうしてこれだけ権力を振るうようになったかっていうことで、船食い虫問題っていうのは挙げられてるんですけども、これは、まあ、船食い虫っていう、まあ、虫というよりは貝なんですけども、木材を食害する、まあそういった動物が、高浜原発の温排水で大発生して、で、地元で木材を貯蔵している企業が被害を受けたと。で、保証問題になったということがあったんですね。 それで、ここでね、森山さんが出てきて、4億5000万円の土地を、その企業から11億円で関電が購入するということで決着したと。つまり、まあ実質的には保証金なんですけども、その土地を高く買うという、まあかなり不透明なやり方でやったんですね。だから、こういったことに、これだけじゃなくて、こういったことに森山さんが関わってたので、 まあ言ってみれば、関電の闇の部分を知っているということで、森山さんに関電が逆らえなくなったんじゃないか、というふうな見方ができるわけですけども、そこに関しても実は調査委員会ね、疑問を呈してるんです。要約すると、結局船食いもし問題っていうのは、この時は森山さんは高浜町の助役だったんです。だから実際に文字通り権力を持ってたんですね。ところが、 1987年に人権研修があって、それ以降、もうずっと森山さんにね、関西電力が粘着されて、お金を払い、お金をまあやり取りするっていうような状況になったんですけども、じゃあその時期に森山さんっていうのはもう助役を辞めてるんですね。一民間人なわけです。で一民間人が恐れられてたっていうのは、ちょっと説明がつかないのではないかと。 それで、いくら森山さんがね、勘伝の弱みを握っていたとしても、もう、いもし問題ってこれ昭和の頃なんで、昭和の頃って言ってみれば、こういういい加減なことって結構あったんですよ。それを平成に入ってね、何度もね、蒸し返されるっていうことを勘伝が恐れたかっていうと、そんなことはないんじゃないかなと思うんですね。それで、去年の年末ね、 調査委員会が奥の深い問題があるとか言って思わせぶりなことを言ってたんですけども、記者会見でなんか記者からね、そのことについて今回も質問されてたんですけども、その点についてなんかはぐらかしてましたね。まあ奥が深いっていうのはまあいろいろみたいな感じでね。それで人権研修の後どういうことがあったかって。 関西電力の役職員の自宅に押しかけて、役職員の家族の前で、近隣にまで聞こえる大声で、罵倒を叱責すると、関西電力役職員の面前で、あえてその上司に当たるものを叱責、であと、地方自治体の職員等を人権研修等で叱責することで、地方自治体にも影響力があることを見せようとする、まあ、こういうことを森山さんがやってたと。 それで第三者委員会の記者会見でね、記者からも質問されてたんですね。なんでその人権研修に福井県の副知事まで出てきたのかと。ただまあ今回はあくまで関西電力についての調査なので、福井県との関係についてはあまり調べてないっていうことなんですね。そこでまあ我々が今調査続けてるんですけども、それで、いや実は福井県からもうあの情報公開請求で資料もらってるんですよ。 この関西電力の報告書だと、森山さんが福井県の職員なんかを叱責してたっていうことが書いてあるんですけども、実はブラック解放同盟、高浜支部も同じことやってるんです。高浜支部って言っても実質的には福井県連なんですけどもね、解放同盟の。解放同盟と福井県がね、年に1回その団体交渉をやってて、その場面でもう解放同盟が福井県の。 養殖の人を叱責してるんですよ。で、会議録に声を荒げてるっていうことまでわざわざ書かれてますよ。だから、まあちょっと人権団体とはとても思えない、なんかもう言ってヤクザみたいな。それが、それがもう昭和の頃じゃなくて、えー、2018年までは少なくとも続いてました。 ということでね、次の機会でね、そのことについても、えー、触れていこうかと思うので、ぜひご期待ください。あとテキスト版も下の概要欄でリンク貼ってますので、ブログの方もぜひご覧ください。それでは皆さんありがとうございました。